ウラジーミル・パブロビチ・パーリー公爵は、帝政ロシア末期の詩人。皇帝アレクサンドル2世のムツオ・パーベル大公と、平民女性、オリガ・カルノビッチの長男として、サンクトペテルブルクに生まれた。パーベル大公は1893年にオリガと、恋仲になったが、死別した戦災、アレクサンドラ・ゲオルギエブナ大公妃との間に2人の、着出子マリアとドメトリーがいた上、ニコライ2世に、 奇践結婚を許されず、パリに亡命して1904年に結婚した。オリガと子供たちは、バイエルン王国の摂政、ルーイト・ポルト公によって、ホーエンフェルゼン伯爵に助せられた。後に、パーベル大公一家は、ロマノフ家と和解して帰国し、チャールス・コエセローに今日構え、1915年に、ニコライ2世よりオリガと子供たちに対して、パーリー公の称号を呼び、 殿下の継承が与えられた。パーリーは、サンクトペテルブルクの貴族士官学校を卒業後、ロシア帝国陸軍に入隊し、第一次世界大戦では勲行を立てて、聖安な勲章を受章した。またパーリーは10代の頃から試作に早熟な才能を示し、2冊の詩集を出版したり、いくつかの戯曲とエッセイを表している。また、コンスタンチン・コンスタンチノヴィチ大公が主役を演じた。 フランス語の劇、ユダヤ人の王の翻訳者でもあった。しかし、パーリーの司祭は、ロシア革命において、彼を破滅に追い込むことになった。パーリーは、ロシア臨時政府主犯のアレクサンドル・ケレンスキーを、揶揄した死を発表したため、1917年の夏に、政府によって、自宅難禁を命じられた。さらに10月革命によって、ソビエト政権が成立すると、 ロマノフ家のメンバーであるパーリーは、危険な立場に陥り、1918年3月ボリシヴビキによって、逮捕、拘禁された。ブヤトカ、エカテリンブルク、アラパエフスクを点検とした後、1918年7月18日に、パーリーは、アラパエフスク近郊で、コンスタンチンコイーゴリコイオアンコーラの皇族と共に重殺刑に処せられ、遺体は廃校に埋められた。 あとに、パーリーらの遺体は掘り起こされて、中国に送られ、北京の政教会墓地に埋葬されたが、文化大革命の時代に破壊された。同父母妹に、イギノとナタリアがおり、ナタリアは後に、フランスで、ファッションモデル、女優として、人気を博した。ウィキメディアコモンズには、ウラジーミル・パーリーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。